皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今回はね、本田真凜ちゃんです。素晴らしいですよ。先日ね、いやーやっぱり本田真凜よりも本田望結だなーっていう輩がいたんですけど、いやそんなことはない。真凜ちゃんこそ至高でナンバーワンなんだっていうのをね、この動画を見ていただいて一人でもそう思わせようと思って作りました。それでは行きましょう。レッツ海物語。なんとね、マリンちゃん現在19歳なんですけど、2016年に世界ジュニアフィギュア選手権で優勝してるんですよね。実力もまあすごいんですよね。努力家ですね。勉強もあったやろうに、オリンピック候補の候補生ぐらいじゃないんですか。知らんけど、なんかね、見てたらね、いい意味だよ、いい意味でお魚みたいじゃないですか。可愛らしいお魚顔というか、いい意味でね、可愛いじゃないですか。可愛いお魚のニモみたいな。なんかね、わかるかな、わかるというか、伝わるかな。なんしかね、これからも、目が離せない、こんなね、可愛らしくて綺麗くてね、フィギュアも頑張って、タレントするなりなんなりいけそうなね、人。ちなみにあれですよ、関西弁ですよ。なんと、京都生まれ、京都育ち。最高ですね。京都、京美人はね、いいですよ、関西の中でもね。まあ、どうでもよくなってきましたね。何の話やったっけ？そう、本田真凜ちゃんね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうちょっと黙っとくからね、しっかりちょっと集中してね、もう見てくださいね。あ、BGM 忘れとった。